皆さんこんにちは、合格サプリ TV MC のヤミです。今回は志望校の選び方、学部選択のヒント聞いてみたっていう企画をやっていきたいと思います。はい、というわけでじゃあ自己紹介お願いしてもいいですか。合格サプリ編集部、慶応義塾大学文学部3年の西室です。合格サプリ編集部、宇都宮女子大学文教育学部3年の植木です。合格サプリ編集部、東京工業大学理学院科学系3年の森下です。はい、というわけでね、学部選びって高校生の皆さん非常に悩むと思うんですね。インターネットとか調べても全然情報が出てこなかったりするので、今回いろんな学部の方に集まっていただきました。それでね、実際の学部どういうふうに選んでいったのかっていうところまで聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見てくださいね。じゃあ実際に今どんなことを学んでいるのか、そのように聞いていきたいと思います。じゃあまず理学部科学科に通っている僕から、説明していきたいと思います。理学部科学科、科学っていうのがケミストリー、化学で、どんなことやってるかっていうと、主にその高校科学で勉強してきたことの延長線上の学問をやっていますと。なんか正直皆さん科学ってどんなイメージですか？なんか暗記とか反応式とか元素とか覚えまくってしんどくねみたいな感じじゃないですか。なんですけど、大学の科学はちょっと違って、主に理学部科学科ではどうしてその反応が起こるのかっていう、とにかくなぜを考えていく勉強になっています。でそのために数学の力、数式を使って解いたりとか、あとはその反応の仕組みとかを、電子とか、主によく電子が出てくるんですけども、電子を使って考えるみたいな勉強をしています。いや結構受験とかと暗記とか多いんですけど、どういう原理でじゃあそうなるんだっていうのを結構、研究していけるんですかね。そうですね。だからその受験では科学あんまり好きじゃなかったんですけど、割と大学行ってから科学好きになるっていう人も多いですね。受験勉強の科学とはもちろん重なるところもあるんですけど、少し違うところもあります。はい、私は文学部に所属しているんですけど、その中でもフランス文学専攻っていう専攻に所属していて、フランス文学専攻では大学で始めた第二外国語であるフランス語の他に、その私はおとぎ話に興味があるので、ゼミでおとぎ話に関する研究をしています。おとぎ話はどういうのあるんですか？そうですね、フランスって結構おとぎ話が生まれたちみたいなところがあって、シンデレラとか美女と野獣とかディズニー映画にあるようなものはフランスで最初に文字化されたものとかが多いので、そういうのを読みます。私は文教育学部という、ちょっと変わったお茶代の独特のちょっと学部に通っていて、簡単に言うと、文学部と教育学部を、組み合わせたみたいな感じで、文教育学部ってめっちゃ言っています、私はその中で、グローバル文化学館というところに所属しておりまして、国際協力学とかを中心に、今話題の SDGs とかそういうことについて学んでいます。だからやっぱりその大学によって結構その学部の呼び方とかもちょっと変わってくるので、その辺もちょっとね、なんかどういうふうになっていったらいいのかとかちょっと聞いていきたいと思うんですけど、理系もいろいろ学部だと思うんですけど、理学部と工学部の違い、森先生教えていただいていいですか？はい、これは違いって言われると、なかなか正直違いがないっていうのが答えじゃないかなって思います。というのも、勉強していく中でやっぱりその学部1年生2年生で学んでいく内容は、主にその理系の基礎、より発展した数学だったり基礎的な考え方で、その部分っていうのは別に理学部だろうが工学部だろうが結構重なるところが多いんですね。ただ全く全部一緒かって言ったらそういうわけじゃなくて、主にその研究内容っていうのが違くて、じゃあどんなものが系統的に多いかっていうと、まずその理学の方は教科書を作るイメージ、どんどん学問を深めていくみたいな、から理学系の研究だと新粒子の発見とか、そういうのがイメージされるんじゃないかなって思います。はあ、なるほど。そうです、教科書をちょっと作っていくのが結構イメージしやすいかもしれないですね。で、工学の方は理学で できた知識を人の生活に役立てようみたいな研究、だからものづくりとかが多いですよね。ロボット開発とか、そういうところでなんかその人の生活に直接つながるか、その知識を深めるかっていうのが違います。すごいちょっと分かりやすい説明です。ありがとうございます。先生もこういう説明してくれたら結構分かりやすいんですけど、理系では一般的に結構工学部的なイメージをする人が多いと思うんですけど、それと理学部の学びを深めるってこともできるわけですね。はい、文学部では、西村さんが専攻している分野以外にはどういうことが研究できるんですか？
そうですね、大学にもよるとは思うんですけど、大体の文学部で文学系の他に美術系や教育学や心理学や社会学や宗教学まで学ぶことができるところが多いですね、うん、はい、ただ基本的には文章や言葉とか、まあ、絵画などの芸術作品を読んで、そこから考えを深めたりっていうのが中心の学部なのかなとは思います。まあ、一言で文学っていろんなの入ってますよね。はい、本当それこそ例えばさっきの心理学とか教育学と社会学で、まあ、それが独立で学部になっている大学とか結構あるので、ね、はい、結構じゃあ慶応はそういうのギュッとあるんですね。そうですね、はい、はい、分かりました。文教育学部の植木さんは教育学部も含まれているんですよね、はい、みんな先生目指したりとかするんですか。そうですね、教職課程を履修するっていう人はもちろんいらっしゃるんですけれども、うんうん、まあ、正直そこまで多くはないかなっていう印象です。まあ、ちなみに私が所属しているそのグローバル文化学科っていうところでは、まあ、そもそも教職課程を取ることができないんですよ。そうなんですね、逆に。そうなんですよ、だからもう先生を目指している人っていうのはおそらく一人もいないって感じです。ね、それはもう文教育学部なんですけど学科でちょっと全然変わってくる、ね、そうですね。うわ、じゃあこれはもう名前だけじゃなくてちゃんとしっかりその学科まで調べないと、はい、いやですよね、まあ、先生になろうと思って文教育学部入ったらもう困っちゃいますからね。そうですね、うん、あと結構お茶代の OG の方のお話だと、30年くらい前は教職を取るのは当たり前だったみたいな感じだったんですけど、でも今だと結構減ってきているっていうのでかなり驚かれていたということがありました。時代によって変わっていきますよね、うん、どういった学問が考えられるね。特に女子大とかだとすごい早いんじゃないですか、うん、そういう時代の変遷みたいな、はい、確かに昔は結構その教員になりたいから、うん、お茶大に入ってきたみたいな人が多かったんですけど、うん、まあ、今では結構目的も変わってきてる人もいるのかなと思います、うんうん、それでは皆さんそれぞれ、ね、自分の学部のあるあるとかちょっと聞いていきたいと思うんですけど、森下さん何かありますか。いやもう理系といってしかもね科学って聞いたらどうですか、皆さん実験大変なんじゃないって思いません？思います、ね、もうこれはもうその名の通りめちゃくちゃ大変で、まあ、実験何がきついかってもう拘束時間なんですよ。もう平気で4時間とか、はい、もう週2で潰れてうわーみたいな感じで、で、まあ、何が大変かってその後の実験レポート、もうこれが大変で、だいたいもう10時間ぐらいかかりますね、1個書くのに。実験に時間がないとレポートそれまで詳細に書かないといけないんですよね。で毎週あってなおかつ期末試験期間にもちゃんとレポートがあるっていう、さらにね、はーすごい。いやなんか文系のやっぱり人からするところが、理系なんて忙しくてどっから来てるんだろうっていうのはもうそういうことだったんですね。いやもう実験レポートが、そうなんだ、はいはい、でも逆にこの実験レポートがあることで、はい、みんなでこうきついものを共にしたっていうことで、はい、勝手にだんだん仲良くなってくるんですよ。なるほど、はい、であの教授に対してもみんなでこうムカついた時はみんなでムカつけるんで、まあ、そこはなんかあえてきついものを共にするっていうのをメリットあるんじゃないかなって思ってます、はい、理系は戦友なんすよ、ね、いやもう本当にそうですね、はい、あの戦ったみたいな。わかりました。石野さんいかがですか。そうですね、普通文とか、まあ、その文学系のあるあるとしてと考えられることは、うん、その言語がペラペラだって思われがちなんですけど、なんか本当普通文っていうと、いやフランス語喋れるんだみたいな言ってくる人いるんですけど、いや思っちゃう、はい、実はまあ苦いで始めた人もたくさんいるので、うん、本当はそんなペラペラな人ばっかりじゃないなっていうのを伝えたいです、うん、はい、まあ、逆に言うとその、まあ、入ったらペラペラになれるわけではないし、うん、そうですね、逆にその初心者でも大丈夫だよって感じですかね。もちろんペラペラな人とかもいるんですけど全員じゃないんですよね、うん、はい、確かにあるあるですね、はい、本当にそうですね、植木さんいかがですか。そうですね、私の場合、まあ、文教育学部っていうちょっと変わった名前をしてるんで、よく何学部って隣の人に聞かれて、うん、文教育学部ですって答えると、うん、文学部教育学部みたいな感じで、なんか本当にんみたいな反応されることがかなり多いなって思います。最近の結構そのカタカナのコミュニティとかグローバルとか増えてるので、ちょっと何やってるか分かんないですよね、ちょっとね、はい、やっぱ日本文学を学んでる人もいるし、うん、まあ、哲学とかもいますし、まあ、子供学、社会学とか、で私の場合だったら国際系みたいな感じで本当にいろんなことを学んでいるので、まあ、一概に文学部とも教育学部とも言えないっていうのがちょっと難しいなって思います。文
学部と経営学部だと全然国際系の方出てこないんで、これだから大学学部調べるときに本当注意ですよね。これお茶代もしっかりすること学べるんだって、ね、はいはい、確かにそうですね。これちょっと受験の注意ですね、確かに、うん、じゃあこれね、これもみんな学生さんだったら気になるところと思うんですけど、普段どのような課題が出ますかっていうところで、まあね、課題大変だと思うんですけど、どうですか森下さん。そうですね、僕さっき話した実験レポート、はい、めちゃくちゃ大変で、はい、まあ、課題はあんまり出ないんですけど、あ、そうなんですね、やっぱテスト勉強、はい、これがもうしんどい、大変ですか、めちゃくちゃ大変です。顔からしんどいぞ、顔で、あの言語化しないでも顔で話してます、はい、顔でね、はい、なるほど、本当に、はい、で周りの子はすごい頭が良くて、うん、まあ、そういうこと一緒に協力して勉強したりして、うん、まあ、なんとか乗り切ってるっていう感じですね、うん、し、あの本当に科学とか好きな子もたくさん周りにいるから、うん、そんな中で勉強できるのはちょっと幸せかなって思ってます、うん、いいですね、ちょっとそこまで前向きに捉えられるといいですね、はい、もう前向きにやってます、はい、じゃあ西本さんいかがですか。そうですね、課題っていうよりはもう普通分選考は本当に予習がちょっと大変だなって感じていて、例えば三印とかシンデレラとかのフランス語圏で作られた文章を原点で読んだりとかするんですけど、その訳をしなきゃいけないっていうのがとっても大変ですね、はい、で今日ちょっとプリント持ってきたんですけど、はい、そうですね、今読んでる、そうなんですよ、先生のメモをちょっと頑張って書いてるんですけど、今読んでるのがなんかスタバのマークって人魚じゃないですか、なんかあの人魚って実はそのフランスとかで伝えられている民間伝承のその妖精らしくって、その話を読んでるんですけど、本当にこれもとってもなんか訳とかが難しいんですよ、すごい、これ全部フランス語ですね。そうなんですよ、すごい、これ何枚あんのこれ、めちゃくちゃあるじゃん。あ、これ 1回とかじゃないんですけど、うん、まあでも本当に毎回毎回、なんか文系で思うのはやっぱその語学系とか、うん、国際系とかすごい大変だなと思って、ね、うん、課題とかやっぱり多いので、うん、2系やっぱり大変なのは分かるんですけど、うん、文系でやっぱりこの語学系とかちょっと注意ですね、うん、ただしっかりその分ね、あの学んで身につけていけたらいいと思うんですよね、うん、じゃあ植木さんいかがですか。はい、私は1年生の時は結構講義形式の授業が多かったので、まあ、その授業のリアクションペーパーで授業の感想を書いたりとか、あとは中間と期末レポートっていうのが結構課されるんですけど、字数でいうと1200とかかなり少ないのもあるんですけど、6000字とか結構多いのもあったなっていう感じです。2年生とか3年生になってくると、まあ、毎回の課題というよりかは、うん、プレゼンテーションをする授業というのがかなり増えてきて、自分の調査をまとめてそれをスライドで作成するみたいな課題が結構多くなりました、ね、やっぱちょっと高校生の時と違ったそのプレゼンと か、うんうん、はい、そういったものも増えてきますからね、はい、学部によってちょっと全然やっぱ違いますね、っていうのが。じゃあここまであのいろんな学部の話聞いてきたんですけど、皆さんが実際になんでその学部を選んだのかっていうところですね、これがちょっとやっぱ気になるわけなんで、ぜひちょっと聞いていきたいんですけど、じゃあ森下さんからお願いします。はい、はい、僕はですね、高校の時もっと言うと、もっともうちょっと前から科学が好きで、まあ、自由研究とか学校の課題研究とかやってたんですね、でその大学とかにも行って装置借りるぐらいガチであの実験をしてて、その中でも科学が好きで自分もこのまま勉強したいなって結構強く思えてたんですよ。でそれで、まあ、科学が学べるところにまず行こうと決めました。なるほど。その実験装置などそういったところも調べたりされたんですか。そうですね、まあ、実験装置とか、はい、そのやれる研究みたいなのも調べてて、はい、その大学で科学勉強するってなると、はい、工学部の応用科学か理学部の科学で選ぶみたいな感じなんですよね、まあ、その文系でいう経済を選ぶかなんか賞を選ぶかみたいな感じのイメージだと思うんですけど、はい、それで自分がしたい研究がどっちの学科でできるのってなった時に、いや割とどっちでもできるんじゃねみたいな感じになって、あんまりそこはなんかどっちに行こうっては深く考えなかったですね。実際その最後の最後までどっち行こうか決められなくて、はい、まあ、結果その自分推薦で受かったんですけど、はい、なんかじゃあ受かったところにで、まあ、与えられた環境で勉強しようっていう感じで決めました。結構理系ってやっぱ入ってからこの合わなかったらちょっとどうしようみたいな結構心配する受験生が多いと思うんですけど、いや本当に多いですね、はい、実際合わなくてすごい苦労してる子とかもいるので。そうなんですね、はい、なるほど。森下さんはまあ石から入ってからそこで自分が合わせていこうみたいな。そうですね、でなかなかその自分に合う学部を決めるのって本当に難しいんですよね、うん、高校生のうちで、まあ、だからまあ少しでもこう名前がかっこいいとかそういう理由でもいいんで、そういうのをきっかけにちょっとだけでも大学のこと調べてから学部選びしてほしいなって思います、はい、
これはちょっと理系の子は本当に調べてほしいですね、はい、貴重な意見ありがとうございます。西野さんお願いします、はい、私は英語とか国語がその高校で勉強する中で好きだったっていうのがまず文学部にした大きな理由で、まあ、あとは文章を書くのも好きで、まあ、今もその合格サプリではフリーペーパーを作ったりしてるんですけど、まあ、そういう昔から文章を書くのは好きだったので文学部が自分に合っているかなって思いました、うん、特に慶応の文学部を受験しようって決めた理由としては、うん、慶応の文学部の入試って結構特殊で、うんはい、小論文があるっていうのもありますし、英語の試験では辞書の持ち込みが可になっているんですね、うん、で英語の試験でその辞書持ち込みかっていうのは単に楽とかっていうよりは、私はその他の大学だと単語を覚えているかっていうのが問われるのに対して、うん、慶応だったらその辞書持ち込める分ちゃんと構造が取れているかとか、訳を考えられるかみたいなところが重視されているなって思ったので、うん、その入試形式にちょっと惹かれて慶応を受けました、まあ、いろんな、ね、文学部もいろんな大学ある中で、うん、そういったまあどういう人物が、ね、求められているかって、うん、入試でちょっと分かったりもしますね、はい、そこまでしっかり調べて慶応の文学部を選ぶんですね、はい、そうなんです。あとはそうですね、研究したいことが定まっていないとしても、まあ、慶応の文学部で入ってから専攻を決められるので、まあ、そこも魅力かなって思っているので、ぜひ受験生の皆さんもなんか決まっ自分にやりたいことが決まってないっていう人は文学部とか考えるといいのかなと思います。はい、大学入ってからやっぱりそのじゃあ2年生だったらどのコースを選ぶとか、うん、そういった大学もありますし、学部もありますもんね、うんはい、その自分がやりたいことの中でさらにじゃあ細分化ができない人はそういった選べるところを選ぶといいですよね、はい、そう思います。はあ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ植木さんお願いします。はい、私はまあ文系だったんですけど、うん、高校生の時に大学で学びたいことっていうのがはっきりと決まっていなかったので、うん、まあ、まず大学生になってから専攻を決められる大学だったりとか学部にしようと思っていました、うん、まあ、西村さんと同じ感じで、うん、はい、そうですね、文教育学部は自分の専攻が2年生になる直前で決めるので、まあ、1年生の時は私も結構いろんなこと学んでて、哲学とか歴史とか日本文学とか経済学とか本当にいろいろなことを学んでいて、まあ、最終的に授業を受けていて一番興味が湧いた国際系に決めたっていう感じです。悩んでいる方はこのように大学に入ってから専攻を決められるっていうところを選ぶといいかなと思います。うん、ね、植木さんが入ってからいろんなその教養をつけてその中で国際系を選んだじゃないですか、うん、でも今自分が、まあ、高校生だったら、うん、その国際系すぐ選べるかっていうのは分かんないですよね、うん、知識つけた自分とそうじゃない自分で選択肢変わってくるので、うん、でそういうのを2年生以降から選べる、まあ、例えば東京大学とか、まあ、北海道大学とかそうですよね、まあ、どんどん進学とか、うん、そういったところをあの活用できるような大学と学部選び、これ重要ですね。はいはい、というわけで今回いろんな学部の大学生の皆さんに学部選び聞いてきました。他にも学部について気になることがある方はコメントお願いします。高評価とチャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。